推しの子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。黒川茜役の岩見もなかです。純粋にとても嬉しかったなっていう感想ですね。もともと私は原作を存じ上げておりまして、楽しみに読んでいた作品だったので、まさかこう選んでいただけるとは思っておらず、最終オーディションを受けて、その日のうちにマネージャーさんからメールで、あかねに決まりましたといただいて、あかねちゃんに決めていただいたんだ、嬉しいなって思いながら頑張ろうって原作を読み返してみたいな感じでしたね。そうですね、本当にたくさんあるんですけど、行き過ぎてしまうくらい真面目なところが一つ、まあ魅力であり、ちょっと彼女を苦しめてしまう部分でもあったと思うんですけど、その彼女の真面目さがこう役者としての役作りの技術だったりとか、そういうところにつながっていると思うので、とても不器用なんですけど、そういうところは素敵だなと思っております。似てるところ、でも私も結構なんだろう、人の言葉とか、プラスの言葉も、マイナスな言葉もこう、いろいろ届くことがあると思うんですけど、結構真摯にどっちも受け止めてしまうみたいな。もはや、なんか、マイナスな方がずしっと来ちゃうな、みたいなところは、結構その似てるのかな、そのスルーができない。そうですね、そういうところはちょっと共感しながら演じてましたね。私が演じる茜ちゃんががっつり登場したのが、こうがっつり喋ったのが6話の、その結構辛いところ、茜ちゃんが炎上してしまってとても辛いところから、7話でまあちょっと前向きな気持ちになって、最後愛のお芝居をして終わるみたいなところだったと思うんですけど、登場シーン的にはまだすっごいたくさん複数回登場しているってわけではないながらも、すごく濃かったなみたいな、やっぱり絶望の気持ちであったりとか、そこから立ち直っていくところだったりとか、愛についてもすごい研究していたりとか、なんかその2話で茜ちゃんがどういう人とか、どういう存在であるとかが結構凝縮されて表現されていたので、なんか私的にはすごい濃い時間を短い時間ながら過ごしたなっていう感覚でしたね。もちろん1話から私はアニメも見させていただいて、劇場にも足を運ばせていただいて、で、茜ちゃんが出てないところも楽しく見ていたんですけど、こうだからこそこう登場回とかは朝からうわ胃が痛いみたいな、ちょっと緊張してましたね。どんな風に私が演じた茜ちゃんがお客様に届くかなっていうドキドキと、放送されてようやくなんか自分が茜ちゃんを演じられたんだなっていう実感が湧く気がして、なんかドキドキとワクワクが自分の心の中をこう溢れるようなそんな気持ちで見守っておりました。そうですね、 SNS、 私も Twitter をやらせていただいてるんですけど、その時リアルタイムで思ったことをつぶやくというよりかは、自分の中である程度まとめて日記みたいにつぶやくことが多いですね。やっぱり文だからどんな風に受け取られちゃうかなっていうのが心配なので、何回もこの文章を練り直して、あ、これなら誤解なくいろんな人に見ていただけるかなっていうのを自分で考えたものをマネージャーさんに見ていただいて投稿っていう形なので、そうなんです。私の SNS は頑丈厳重に
管理されたもとやらせていただいてますね。でもなんかプラスな言葉を発信しようかなって思ってます。うん、私結構生まれてこの方常に推しというのはいるタイプの人だと思いますね。私は数年前からあのアイドルを応援しているんですけど、だからこそなんか愛の嘘は愛だみたいな、なんかそういう推しの子のセリフが刺さって、そうだよねみたいな、アイドルってすごい苦しいお仕事だけどファンの前では笑顔でいてくれたりとか嬉しい言葉を紡いでくれたりとか、なんかそういう一つ一つに改めて感謝って思いながら応援するようになりましたね。はい、出ました。なんだろう、なんかガチャガチャ回すの久しぶりでちょっとワクワクしちゃいました。お、推しの子のキャラの中での三四字は難しい。推しの子のキャラの中で三四字か。私は原作を読んでいた時からやっぱりあかねちゃんに共感することが多かったので、だから推しってなるとあかねちゃんになっちゃうんですけど、でも自分が演じてるキャラ以外でってなったらメルトくんそうなんです、メルトくんはいいキャラクターだなっていうふうに思いますし、こうアニメで見ていてなんか棒読み感がすごく刺さってしまいまして、これはちょっと癖になるなって思って何回か見てしまいましたね。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。そしてアニメを毎週楽しみに見てくださってありがとうございます。私自身とても大好きな作品であった推しの子、そして本当に放送されてからも本当街中至るところに愛がいたりとか、本当にたくさんの方に主題歌がこう反響があったりとか、いろんなところで推しの子を見てる声を聞いたりとか、改めて本当にすごい作品にあかねちゃんとして携われてるんだなって実感しております。今後とも頑張って向き合っていきますので、ぜひこの後の展開も見守っていただけたらと思います。これからもよろしくお願いします。以上、黒川あかね役の岩見真中でした。推しの子チャンネル。飛び込むよ Go to hell と書いたパラダイス。